2013年 APG カップ第3戦、続いてのコース上はヤマハ SS クラスの決勝戦になります。今回23台の車両でこの決勝戦を迎える予定だったんですが、残念ながら、ゼッケン34番チーム KFB の野中聖太選手が、この決勝戦リタイアということが発表されまして、コース上22台での決勝戦になります。先ほどあの予選の最後の時、最後の最後の最終コーナーのところで接触などもありまして、それまでとにかく絶好調だった野中選手だけに残念なんですけれども、さあ22台で素晴らしいレース見せていただきたいと思います。さあそれではドライバーをご紹介してまいります。ヤマハ SS クラスシリーズ第3戦、ポールポジションを獲得したのがゼッケン1番アステック名取哲平選手です。名取哲平選手は先月5月の末、鈴鹿で行われましたアジアパシフィック選手権で閉鎖されておりました FP ジュニアクラスで優勝したそうです。さあその勢いに乗って、今回のこのヤマハ SS クラスポールポジションからのスタート、どんな成績残してくるでしょう。アステック名取哲平、今シーズンはまだこのクラスでは優勝がありません。続く2番手のグリッドに参ります。2番手からのスタートはゼッケ27番、高木プランニング池田晴人選手がスタートです。池田晴人選手は前回が第5位の成績です。2番手のグリッドからは高木プランニング池田晴人です。そして3番手のグリッドからはゼッケン16番です T 市川大輔選手がスタートです。今シーズンはウィンターカップ8位、その後の、開幕戦が3位、前回第2戦が2位とじわじわ成績を上げてまいりまして、今回3番手のグリッドからさらに上を狙ってまいります市川大輔です。4番手のグリッドです。4番手からはゼッケン3番、森下レーシング小川聡太がスタートです。さあ小川聡太選手はこのヤマハ SS クラスは開幕戦続く第2戦と2連勝中なんですが、今日はこの4番手のグリッドからどんなオープニングラップスタートを見せてくれるんでしょうか。オープニングラップどんな順位で戻ってくるか楽しみです。ゼッケン3番小川聡太、4番手からのスタート。5番手です。5番手からはゼッケン8番ガレージ茶畑清水健太選手がスタートです。清水健太選手もじわじわ成績が良くなってます。さあこの第3戦では、そろそろねでもシングルの結果残してほしいですね。さあ続きまして6番手からのスタートはゼッケン41番岩出健太選手です。ゼッケン41番岩出健太選手、 APG カップシリーズは初参戦となります。岩出健也選手、岩出健也選手が6番手のグリッドからのスタート。7番手からがゼッケン9ツインターボ清水隼人選手です。7番手のグリッドからがゼッケン9番の清水隼人選手、前回第7位でした。8番手のグリッドからがゼッケン40番です。ファルコンアロー前田眼科 GP、三田純也選手が8番手のグリッドからのスタートです。去年おととしのウィンターカップに出ていましたこの、ゼッケン40番が三田選手、9番手のグリッドがゼッケン28番森下レーシング高野康史選手、エンジンスタートのボードが出されています。10番手のグリッドゼッケン39番ガレージ茶畑マスコ匠選手、さあグリーンの旗が振られてローリング開始です。11番手からが武蔵野カートクラブ細野桐生、12番手24番スーパーバーム企画稲垣智弘、13番手23番ラマーレレーシングチーム下村渡る、14位はゼッケン20番ラマーレレーシングチーム、城出颯太、15番手ガレージ茶畑18番中村葵、16番手からが38番ガレージ茶畑大館健太、17位35番森下レーシング林ロイ、18位ゼッケン10番ラマーレレーシングチーム戸沢亮、19位33番今井暮らしレーシングチーム、森谷匠、20番手37番シャイン195モータースポーツ、小松響、21番手14番ガレージ茶畑浅井秀夫、そして43番森下レーシング西久大吾が最後尾につきます。
2周目に入っているこのローリングですが、ここで綺麗に隊列が整っていればスタートとなります。ヤマハエースです。決勝戦の周回数は18周。さあそれではスタート、注目してください。本周22台の車両のローリングが続いています。さあ日照旗が振られました。ヤマハ SS18 周のレースがスタート。オープニングアップ1番の名取哲平が先頭で今周回が進んでいます。27番の池田晴人が2番手。さあ1台ちょっと今ゼブラゾーンに入ってしまいましたけれども、コースに戻っています。でも1台リアバンパーがはず、あと39ですね。39番、右側の、リアバンパーがちょっと路面と接触しているような感じがしたんですが、ストレートのところでもう一回見ていきましょうか。ゼッケン39です。39リアバンパー外れています。やはりゼッケン39番リアバンパーが外れかかっていまして、今オレンジディスクが出されました。ゼッケン39番リアバンパーが外れています。右側のリアが斜めになります。路面と接触しています。ゼッケン39ガレージ茶畑マスコト組の車両です。さあ1台今、タイヤバリアのところ、すぐそばのところで止まった車両があります。あ、タイヤバリア接触ですね。さあコース、戻ることができるでしょうか。単独ヘアピン出口のところです。大スタート切れません。リアバンパーが外れています。39番の車両は今ピットに入ります。39番マスコ匠です。これで3周終了、4周目。さあゼッケン40番、黒白の扇風機が出されます。また1台リタイヤが出ました。ゼッケン8、それからゼッケン39番マスコタクにリタイヤです。ゼッケン8番清水健太ガレージ茶畑リタイアです。4周終了、5周目。1位と2位の差0秒264。名取哲平、市川大輔、池田晴人、小川颯太。まもなく5周終了となるコース上です。さあトップが変わりました。
曲16番の市川大輔です。市川大輔、池田春人、名取哲平、小川壮太、清水隼人、その後6番手に、岩出健也、高野康といった順に変わっています。トップ16番の市川大輔に変わったコース上、さあまた今1台スピン再スタートです。さあ再びトップ1番名取哲平に変わったコース上、6周終了7周目。先ほどは一旦16番の市川大輔がトップだったんですが、また今1番の名取哲平に変わったところ、かなり目まぐるしくこのトップグループが順位入れ替えています。3番の小川壮太が4位から3位に上がっています。その小川壮太がファーストストラップ43秒274をマークしています。小川壮太3番手からあと、もう2台抜き去ることができるでしょうか。現在1位と2位の差が0秒1、先頭から3位の小川壮太までの差がだいたい0秒3といったところです。7周終了、1位と2位の差0秒3、先頭から第3位の小川壮太までの差が0秒45です。トップグループ6台が3台3台に分かれてきました。さらにその後ろ7番手8番手、ゼッケン40番、ゼッケン40番の白出選手と、そしてその後ろが28番の高野康史選手。残りあと10周です、名取哲平、小川壮太、市川大輔、清水隼人、5番手に27番池田春人、6番手には41番、岩出健也、7番手に40番、7番手にゼッケン40番の満田純也、8番手が28番高野康史、9番手21細田キル、10番手14番浅井秀夫、11位24番稲垣智弘、12位23番下村渡、13位ゼッケン10番戸沢亮、14位38大館健太、15位33番森谷匠、16位35番林ロイ、17位20番の白出壮太、18位43番三宿大吾、そして19位37番の小松響、20位18番中村葵となります。さあ再びコース上トップが変わっています。さあ最終コーナーからまもなくストレートに戻ってくると10周終了、小川壮太と名取哲平のトップ争い、名取哲平が0秒04早く今コントロールラインを通過です。小川壮太は2位まで上がってきています。そして一時は3台3台と分かれていたこのトップグループが再び6台に固まっています。名取哲平、小川壮太、市川大輔、清水隼人、池田春人、そして岩出健也、6台が固まっています。さあその6台が綺麗に今、ブリヂストンコーナーから最終コーナー、まもなく11周終了、まだ周回はあります。先頭から6番手の岩出選手までの差が1秒3、もう一回小川壮太が並びかけたんですが、トップ1番の名取哲平、
6台ちょっと固まりつつあったこのトップグループなんですが、2台そして3台1台と少しまたばらけてきています。12周終了。1位と2位のセレビオ21、そしてストラップは3番、小川壮太のタイムから今14番浅井秀夫の43秒265に変わりました。ファーストストラップは現在のところ9番手を走りますガレージ茶畑浅井秀夫の43秒265に変わったところです。さあ浅井選手9番手なんですが、あとどこまで上がってくるでしょうか。ここも注目してみたいと思います。まもなく13周終了するコース上、1、2、3、4、5、6台通過。16番市川大輔が4番手です。第3位には清水隼人、4位で市川大輔、5位池田ハズルと、6位が岩井で健也です。さあ3位と4位が変わっています。16番の市川大輔が第3位に上がり、その後ろ27番池田晴人が第4位に上がっています。池田晴人が4位から3位。さあこの第2グループ、ちょっと先頭2番手と差が開いてしまったんですが、3位争い、16番の市川大輔、池田晴人、岩井出健也は5位です。6位清水隼人といった順に変わっています。集団の中に後ろから、40番7番手、このゼッケン40番の満田純也選手が近づいています。15周終了、あと3周。先ほどまで6位と7位差が開いていたんですが、岩出選手の後方40番の満田選手が差を詰めます。逃げる名取哲平、そして今シーズン目下のところ2連勝中小川壮太、現在第2位の走行です。ストレートでの差は0秒32、ラップタイムほとんど変わらない。さあこの2人の一騎打ちになってきているコース上、ヤマハ SS、 ただ後ろ3、4、5、6位争い、この辺も目が離せません。まもなく16周終了、あと2周。第3位市川大輔、第4位27番池田晴人、第5位には清水隼人、6番手岩井出健也、第7位で満田選手、その後ろに浅井秀夫選手が順位を1つ上げています。そしてストラップは3番小川壮太の43秒210に変わりました。トップが戻るとファイナルラップです。いよいよ残りあと1周、ヤマハ SS の決勝戦残りあと1周です。ファイナルラップ、今1台、単独ヘアピンの出口のところで車両が1台止まっています。その横をトップ争いの車両などが抜けていきます。さあ1番の名取哲平がこのまま逃げ切れるか、それとも3番の小川壮太が名取哲平をかわして今シーズン3連勝なるかどうか。さあ最後のブリヂストンコーナーを通過するトップ争いの2人、名取哲平そして小川壮太、最終コーナー、まもなくフラグタワーチェッカーですが、1番名取哲平は今最初にチェッカーを受けまして0秒083、その差で小川壮太第2位のチェッカーです。第3位16番市川大輔、第4位には9番の清水隼人、第5位27番池田晴人、6位41番岩井出健也、7位ゼッケン40番満田純也、8番手14番浅井秀夫、
9位28番高野康、10位21位細田桐生といった結果になりました。ヤマハ SS の決勝戦です。